はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、マジック・ザ・ウィザード・ガシャット。はい、マジック・ザ・ウィザード・ガシャットでございます。こちらを見ていきましょう。ゲームが表のね、方に載ってますね。まあゲームが、YouTube のやつで変身してましたけども、2月の24日にまた公開されるみたいですね。2月24日は大変な日ですね。 CSM の新しいのも出るし、出るっていうか、告知え、めっちゃ硬いけど、これなんかいつも以上に硬かったっすね。はい、さあそれではマジック・ザ・ウィザード、黒赤龍騎って感じがするな、俺的には。あー、そっちの音楽か。プリーズってやっぱ聞きたいですよね。マジック・ザ・ウィザード。いいね。さあ、それでは、いきます。なあ、これはあれですね、ビートのやつですね。これは面白い、これは素晴らしい。ドドドラゴ、ラララライズ、フレイム、ウォーター、ハリケーン、ランド、オールドラゴンということで、まさしく、これでしたね。綺麗。うん、全くもってこれでしたね。まあドラゴンですからね、フレイムドラゴンですから。そしてのうわ、かっこいい、めっちゃかっこいい。これは意外とありかもしれないですね。なんかこの赤がすごい揃ってていいわ。裏から見ても黒ですし、これかっこいいですね。血が、みたいな。これいいです。これはあり。バグバイザー一番ありでした。やっぱあれかな？ゲームが使ってるからかな？すごく良かったですね。ゲームクリア。ということで。次は、4つガシャと遊んでいきましょう。それではまた明日。